ドラフト2024石塚を一本ずれ一発フェードロー野球チャンネル。カエラさんのご両親を沖縄に連れて行ってやりたいので年内チャンネル登録者数5万人目指しております。ぜひよろしくお願いします。お願いします。それは夢だね。半日で帰る。いやいや一泊させないけど先日のモンデさん中村投手をやってましたけど、はいはいはい、まあ、中村投手はね入札は十分あるんじゃないかっていう選手でやりましたけど、うんうんうん、その次にね外れ1位ではもう確実に消えるなと、うん、濃厚だなっていう選手がいるじゃないですか。まあ石塚選手ですわ。こういう選手はやっぱり蓋を開けると入札に回ってるっていうパターンね。これがね、まあ、濃厚だということで石塚選手一本ずれって言ったんで、うん、石塚選手行った方がいいよっていう面もあるんですけど、うん、今日はねちょっと客観的に石塚選手行く可能性が高いのはどこか一番ね、一番当てはまる、一番当てはまる入札で行きそうだなっていう球団をちょっと発表したいなと、いろいろ調べた上でね、ちょっと石塚行ってるけどあれかいと、ほんじゃまかほんじゃまっていう方もいらっしゃるでしょ。保険の保険ね、そういう方もいらっしゃるからね、ちゃんとプロフィールやっぱやっとかないとダメですよ。やっとけやっとけ。石塚雄星選手ですね、181cm81kg 右投げ右打ちです。 50m6秒2 とプロ注目の大型ショートでございますね、うん、経歴で言いますと千葉ロッテマリーンズジュニアから始まりまして桜シニア行きまして花咲とかあると、もちろん泣く子も黙るアンダー18日本代表。久々だね。やっぱりいいね。いいね。去年の高2の夏からかな、うん、もう一気に、うん、あれこの選手はというなったのはね、高2の夏打率5割2分6厘1本塁打6打点、その勢いのまま秋入りまして打率4割2分9厘1本10打点大暴れですね。で関東大会でも打率8割3分3厘1本2打点、お絶対1本ですね。すげえな、こういう公式戦でこれすごいですよ。そして、今年の高3になった春ですね、うん、打率5割 1本塁打4打点と、うん、しっかり春も成績残してるよというところなんですが、5月20日なんですけど、うん、ちょっとね肋骨の骨折が判明しまして、うん、これ夏までにぜひ治してね、夏は大暴れしてほしいなと。花咲とかも今年はもうマジで狙ってるんでね、夏じゃあ、ね、いるからね。ああそうなんですよ、うん、これを大暴れしたらこっちが心配するまでもなくね、いや強豪だという可能性もあるんですけど、視点の石塚君がそうだね、覇王でタイヤ叩いてる可能性あるんだけどね、うん、まあ夏楽しみだなっていう感じなんですが、まあスカウトコメントもやっぱりね豪華。まあ、ちょっと一人だけご紹介させていただくと、はい、DeNA の八馬スカウトグループリーダーね、走攻守3拍子揃っていて総合力が高い、うん、打撃はインパクトが強く今年の上位候補に入ってくると思います、うん、これ上位候補っていうのはもう1位だからね、うん、この時点の言い方としてはね、うん、あ非常に評価してる。で他のねやっぱりもうトップが見に行ってるんだよね、うん、日本ハム栗山 CBO、 ヤクルト小川 GM、 西武塩崎スカウトディレクター、うん、中日松永スカウト部長、うん、まあ各球団言ってるわな、まああとコメント出してるのは巨人ソフトバンクあたりも出してるんで、うん、まあ僕らは外れ1位、いや外れ1位はねめちゃめちゃ狙いたい選手なんだよ、うん、なんだけど外れ1位で競合しますよ、うん、みんな考えてる。やっぱり出し抜くならもう入札一本釣りが得策なんだよね、うん、そんな中で、先日僕らが戦力分析を12球団やってたのと含めて、うん、あとは生配信で、たくさんの方からコメントいただきました、うん、そんなのを総合すると石塚選手を行く可能性があるなという球団ね、うん、外れ1位含めて、うん、そうするとヤクルト、楽天、日本ハム、巨人、 DeNA、ソフトバンク、うん、この6球団あたりが匂うなという感じなんだよね、うん、なのでこの6球団の中からどこが行くのかっていうちょっと絞っていきたいなと思います、うん、まずヤクルト、ヤクルト、これはねバランスシートを見てもね次世代の内野スラッガー行くのはね大ありなんですよ実はね、まあ山田選手村上選手の後釜だよねっていう観点で石塚君じゃあ一本釣りしたらいいんじゃないと、ちょうどね世代交代うまくいくんですけど、ただヤクルト現状考えるとやっぱり投手の整備が第一なのかなというのは正直成績見てもありますよ。なので即戦力ピッチャー入札して外れた場合、そこでも即戦力ピッチャー行くべきって声もあるんだけど、このヤクルトって球団はねその場合はやっぱり
村上選手よろしくじゃないけどね、うん、こういう静香選手行く可能性は大いにあるなと。だからヤクルトがね、入札でこれ一本釣り狙いに来るちょっと絵はね、ちょっと思い浮かびづらい。村上選手も山田選手も外れだもんね。そうだね、どっちもね、うん、なのでまあ外れたらヤクルトなんかはね行く可能性高いなと思ってるんですけど、うん、まずはやっぱり即戦力ピッチャー、一番惚れ込んでるピッチャーに入札かけるんじゃないかなと、うん、いうのが僕の感想ですね。まあなので五十石塚で五十石塚か僕もよくわかんない使ってますけど、あでもそれはね一番俺も近かったかな俺は62石塚だ、まあまあ近しい。そして楽天、うん、楽天ね昨年、ドラフト4位でワーターズ選手、ワーターズ選手をこれショートの選手ですから、うん、指名してます。ただ左膝の手術もありまして、うん、今長期リハビリ中なんですけども、うん、まあ石塚君もまあサードもねやってますけど、うん、まあショートだというところで2年連続ショートね高校生行くのかどうかっていうところあるんですけど、うん、楽天、まあ補強ポイントとしてはね、うん、ドラフトの第一優先としてはやはり即戦スラッガーか投手整備、うん、これに舵切りたいと思うんだよね、うん、球団としては。楽天もねどうしても入札はその一番光ってるね即戦系の選手に行くのかなっていう風に思ってるんですが、この球団読めない。マジで入札ね1位石塚とか、あーいやあり得る、ね、あり得るんだよこの球団、あるある、マジであるあるあるなのでね、まあ可能性で言うとヤクルトよりはあるかなっていうね、うん、70石塚ぐらいはあるかなって思ってるんですよ、ね、ああまあそんなもんだろうね、うん、俺は82石塚俺より順位高い僕なりの楽天に対するドラフト戦略はこうやってこの選手行くでしょこの選手行くでしょって削ってます今、うんうん、楽天に対してはがんじがらめにするっていう作戦なんで、石塚選手行くんじゃないですかっていうタイミングですね。まあなくはない、楽天そういうドラ高校生好きなんでね、うん、そして日本ハム、日本ハムはねもうナンバーワンドラフト、うん、まあ近年はね意外とナンバーワンナンバーワンって言ってるんですけど、うちのナンバーワンですっていう締めがついてるんだよね、うん、競合とかではなく、うん、なのでまあ一番人気の選手に行くってわけじゃないんだけど、バランスシート見るとね、うん、まあ次世代のショート、うん、まあどこの球団もそうなんだけど、これ内野ショートスラッガーってやっぱでかいよね、うん、ありですよ、まあ、バランスシート見ても日本ハムはねちょっと弱いセンターラインの補強にもなりますし、あり、うん、なんだけど、入札となるとねやっぱり日本ハムもナンバーワン投手、まあ、もしくはねもうずっと栗山さんがね宗山言ってますから、うん、そのあたりの選手にやっぱり特攻するんじゃないのっていう感じなんだよね。栗山さんもなんか俺のこと宗山って言ってくれとかなんかよくわからんことを言ってるいや言ってない、それ言ってないの宗山 CBO っていう、いやいやいや、あれ違う人か、それはもう入札決定じゃないですか、違う人だって、誰だよそれまあそれは正直現時点では濃厚じゃないですか、まあ戦力見てもね、うん、来季特にねさらに高みに登ろうと思ったら即戦系いくのかなと思うんでね、ただ日本ハム外れた場合、うん、外れた場合は全然ありますね、素材系のスラッガーこういう選手行くっていうのは、なので入札は厳しいけどっていう感じなんで、ヤクルトと同様っちゃ同様なんで、まあ50石塚、まあまあ62石塚なんかなここはな、俺はな、まあブレてないからな俺より順位高いっていうあっていう感じですね、日本ハム。そしてジャイアンツ、まあジャイアンツこそ、一番人気の選手ね、うん、似合うよ、うん、ただビッグホーの指名になるんじゃないのかなと思ってますね正直、うん、まあ宗山、西川、金丸、中村、うん、の指名になりそうなんだけど、まあ巨人もたまに思い切って高卒をねポンと行ったりもするんですけど、うん、まあ巨人も外れが多いわな、うん、入札はちょっと即戦系行って外れた場合、うん、石塚君っていう絵は非常に思い浮かぶ、うん、で巨人の場合は外れたら高確率でいくと思いますね、うん、内野スラッガーはもう非常にピンズドなんで、坂本転生だね、あそうだね、で岡本選手の後がまあスラッガータイプとしてはね、ああっていうところでまあ楽しみなんで、浅野選手なんかも取ってるんで、うん、こういう石塚選手取るっていうのは非常にありなんだけど、入札ではいかないかなと、うんうん、ただ外れたら高確率でいきそうだという意味で、まあ、60石塚、72静かかもう考えなくていいですよ、もうパンパンで順に足せばいいだけなんで、そうだな、まあそうかなっていう、入札はちょっとビッグ4かなって思ってますね、まあ、ジャイアンツはね、うん、そして DeNA 昨日ね中村選手も出てきましたけど、うん、まあバランスシート見るとバランスシート的にはねマジで一番あり、あの内野の高校生枠も埋まるし、うん、で、ちょうど育ったぐらいに、まあ、宮崎選手とか、うん、今のレギュラー陣の、まあ、後釜で牧選手のコンバートとかも考えて、やっぱりこういう選手がいると非常に編成しやすい、
っていうのはあるんだけど、だからこれもねやっぱり成績見ると投手整備なんだよね。まあ、昨日金丸投手行くか中村投手行くかっていうモンデさん言ってましたけど、うん、まさにそうなんですよね、チームとしては。で外れても投手、いや緊急性が低いは低いんで、うん、そこら辺をね、まあ、どう判断するかなんですけど、まあ、外れたら可能性はゼロじゃないと思うんですけど、 DeNA も、まあ、ちょっと低いかなと、うん、入札で行くのはね。まあ、なので、まあ、これもヤクルト日本ハム同様50石塚かな。あーでも俺51石塚かもしれないね。あれ逆にむずいな今回ばかりはあそうですか、うん、はい、じゃあ、まあ、DeNA ですね、うん、そしてソフトバンク、ソフトバンクなんですが次世代の内野ね、あこれ右打者っていうのも乗っかって、うん、まあありですわ、ありありバランスシート見るとね、ありありで伊比根選手も取ったろうっていう話もあるんですけど、いや違うんだと、伊比根石塚のこの未来の黄金タッグよね、これ夢見れますよ相当、うん、まあ、どっちかサード行ったりね、まあ、セカンドも絡めながらってなるか分かりませんけど、そういう意味ではあり、うん、ただソフトバンクもねやっぱりショート行くならナンバーワン宗山選手がいますから、そういうのは宗山特攻じゃないのっていう話もあるんだよね、うん、ただソフトバンクは何を隠そう楽天と同じぐらい高校生大好きです、うん、高校生ドラフトなんですよね、うん、入札はズバリ言いましょう。今まで何石塚とかチャランポラン言ってましたけど今年一番確率が高いと思う球団、うん、石塚選手を一本ずるする球団は、うん、ソフトバンクです。あ、そうだったか。ソフトバンクが公言して石塚選手を一本ずりする絵が僕はちょっと現時点で一番思い浮かぶなと。あるな一週間前に GM が今年は石塚くんでいきます。いやーマジであるなー。いやーそうなんで、まあ宗山選手をね取っても確かにまだ今宮選手いるはいるんでね、あそう考えるとこう石塚選手はいやあるなあるんですよ。公言ありそうね。あで去年の前田くんね、ピッチャーでエースでやっぱり10連覇を目指すっていうことになるとね、こういうやっぱり補強してくる可能性はまあ余裕あるからっていうのもありますけど、そう、ね、あ石塚くんやっぱソフトバンクが一番今あるかなっていうね。ショートの子はね取っとけばいいんだよ。まあそうだね、潰し効くんだから。そうそうそう、うん、サードまあ最悪ファーストでもいいわけですよ。いやそうだよ、ね、本当にね、うん、うん、いやこんなねちょっと調べたらあよりソフトバンクだなっていうね。あーあのなんだ西日本スポーツかオットってやつかな、なんかたまになんかソフトバンクの記事とか見るけど目に浮かぶなそうでしょ、一本釣り目指しそうな気がする、うんうんうん、という結論でございます。なるほど、はいはい、ということで花咲徳栄の石塚選手一本釣りするのはここだというのを海田さんが考えてくれました。はい、皆様からのコメント、いいね、チャンネル登録お待ちしております。また明日お会いしましょう。ありがとうございました。さあれあー本家あーえいかんはフェードローに輝く語呂ある。チャンネル登録お願いします。